The session will be このセッションのモデレーターは中尾武彦みずほリサーチテクノロジーズ理事長アジア開発銀行前総裁です。どうぞ。ありがとうございます。これは非常に重要なセッションとなります。具体的な開発について議論をしていきます。 G7 にも関連します。これはグローバルな問題だからです。今日は素晴らしいパネリストをお呼びしました。それぞれの分野の専門家でいらっしゃいます。バンバン・ブロディ・ジョネゴロ、インドネシアの財務大臣であられた方です。 ADB 総裁としても何度かお会いさせていただきました。マクロ経済広範な問題についてお話をいただきます。アブラ・アブデル・ラティフさん、エジプトからいらしていただいています。重要な方です。グローバルガバナンスについて議論をいただきます。今日は貧困その他について議論をいただきます。それからディーパリ・カナさん、ロックフェラー財団です。ディパリさん、インドご出身でいらっしゃいます。ご専門は気候問題です。どのように緩和適用に資金をつけるかお話をいただきます。ディル・ラフートさん、アジア開発銀行研究所にいらっしゃいますが、もともとブータンの方です。ブータン政府でお仕事をされてました。食料安全保障、食料についてお話をいただきます。農業がご専門だからです。そして最後がジョン・ベルネさん、 ADBI の方ですけれども、アイルランドご出身で以前は欧州中央銀行でお仕事をされていました。これは大変に良いパネルが揃ったと思っています。詳細にこのような想定について限られた時間ですけれども議論できるように願っております。率直に重要な問題について触れていきたいと思います。それではこちら側からお一人お一人ご関心事についてお話をお願いしたいと思います。アブラさん、貧困その他についてどのように貧困削減達成できるか、 G7 とのコラボレーションという観点からお話しください。そしてこれらのそれぞれの分野は ADB の出版物でカバーしています。2020年です。アジアの繁栄への道というもので15章ありますが、その中に国対市場、産業トランスフォーメーション、農業、気候変動、そしてジェンダーの問題、貧困、所得格差、地域協力、そしてファイナンスカバーしていますので、まあ、これはコマーシャルのような ADB の仕事の宣伝みたいですけれども、素晴らしい本でデータがたくさん入っています。例えばジェンダーという章がありまして、その中では教育、雇用、それから女性の健康に触れています。よく覚えていることがありまして、バングラデシュにおきまして1960年、東パキスタンだった時ですけれども、女性の教育受ける期間は 0.2 年でして、ほとんどの女性全く教育を受けてないということがありました。今日は9年の教育を受けるようになってきたということで、バングラデシュにはプラスの効果をもたらしたわけです。今バングラデシュは繊維産業で繁栄をしています。でもやはり教育が土台です。女性のバングラデシュでの学校で教育を受ける年というのは男性よりも長くなっているということ、これによって違いがもたらされています。ぜひアジアの繁栄への道読んでいただければと思います。テクノロジーの部分もあります。アジアの成長というのは労働力だ、資本だけだとクルグマンは言っていますけれども、これに対抗するものでございます。ぜひご読みいただければと思います。 ADB のホームページに載っておりますので。それでは
アブラさんの方からどうぞ。Thank you. ありがとうございます。園部所長、お招きいただきましてありがとうございました。 G7 に参加できますことを嬉しく思います。そして同僚の方々とお話しできますことも嬉しく思います。ジェンダーとおっしゃったので、女性は世界で非常に重要だというふうに申し上げたいと思います。男性の方が忘れているといけないので、私どもは大いに差を生んでいるということですけれども、貧困と不平等の問題についてですけれども、これはいくら強調しても強調したりない重要な問題です。明白な点としてはレトリックが非常に強い、いろいろな発言があります。その貧困撲滅、そして平等、不平等をなくすとという、そのレトリックはいいんですけれども、行動は伴っていない。その水が周りにいっぱいあるけれども実際飲める水がないと同じようなものです。2030年のターゲットのに反する形で進展が起きていると思います。このトレンドが続けば、その初めに目指したことと完全に違うことになってしまうということで、正しいアプローチ、正しいやり方が必要なのです。私がその数点申し上げたいのは、なぜその正しい方向に進んでいないかと、そして何ができるか、 G7 が何ができるかという話をざっとお話し申し上げたいと思います。最初の点ですけれども、貧困という話をするとき、債務の話、あるいはその投資が限定的と、その気候のそのコンプライアンスの問題、これらは みんなつながってるんですね。別々の問題ではない。悪循環が起きていると、パフォーマンスが悪いと、また貧困が起きるということで、悪循環が起きているわけです。債務があれば貧困をなくすことができないということで、相互に連関があるということが重要な点です。2番目は、最も使われているツール、手段ですね。貧困の手段が経済的な援助です。経済的な援助はいいんですけれども、ヘルプですけれども、これは一時的な効果しかない、みんなに到達しない、そして持続可能性はないということで、包摂的な成長を私ども夢見ているものには到達しないわけです。これが2番目の点です。3番目の点、包摂的な成長を実現するためには、この問題をですね、卒業しなければならない、貧困を卒業しなければならないということなのです。これいくつかのことを意味するわけで、タスクフォースのペーパーで、私どもが見たものでカバーされています。一つはそのターゲットを絞って、そして情報を得ると、ニーズが違うということですね。それからアクセスを改善しなければならないということですね。ファイナンスへのアクセス、イノベーションに富んだ手段でファイナンスを行う、特に女性、若い人たちを助ける、農村地域の人たちをヘルプする、そしてマイクロファイナンスを促進する、社会的な企業エンタープライズを促進促進するということです。雇用をその促進するためにスキルの開発をする、デジタルインフラストラクチャも導入する、そして育児ですね。先ほどインドの女性が最初にお話になりましたが、育児の問題も解決していかなければならないわけです。2000から2021年までの数字があるわけですけど、20億ドルのみですね、投資、育児のプロジェクトに投資されたのは、異なるその組織が投資したわけですけども、世銀が20億ドルその投資したわけですけれども、その石油などに投資した額に比べばはるかに少ないわけです。それからこの問題の症状だけを見るのではなくて、その中核を見なければならない。これは政府ですね、グローバルサウスの政府の問題です。能力がないし、能力も限られている。そしてノースの国々はその適切な政策を取らなければならない。その途上国を搾取をするような政策を取っている。そして国際的なその災害においては、そのコロナであれ、気候の状況であれ、適切な政策が取られていないということで、これらは G7 が何ができるかということで非常に示唆するものがあります。一つは各国の努力をサポートすると、貧困を卒業するとしようとする南の政府を支持をする必要がある。それからこういういろいろな努力をサポートする場を提供しなければならない。プログラムを採用しファイナンスしなければならない。正しい方向に向かってですね、特に女性関連、若い人たち、農村の問題ですね。ここに貧困が集中していますから。それから最も重要な必要な点としては、前のセッションで非常に雄弁に市の大使がおっしゃった、
その国際機関が変わらなければならない、国際制度が変わらなければならない、グローバルサウスが声がその聞かれていない、声が見えないと、いろいろなそのコンサルテーションが行われても、主要な問題としてコンサルテーションが行われていない、ウクライナの問題、そして戦争、いろいろなその不幸な問題がありますが、これはその非常に特殊なケースとして、ユニークなケースとして扱われているわけで、他のケースも類似したケースがあるわけで、その国際システムが非常に弱い、変化しなければなりません。小さな箱に像を詰め込もうとしているようなもんなんです、今やっていることは。ですから、グローバルサウスのものとしては、私が願っているのは、日本、特に日本が G7 とは言いません。その構造的に関心が薄いので申し上げますが、日本はその価値観、そして特別なステータスを持ってて、これをサポートするのにふさわしいと思います。 G20 も同じようなことをしてほしい、少なくともシステムを変えるという話を始めてほしい。そして G20 に、その例えばアフリカの国など、そしてそのラテン諸国から加盟国を加えてほしい、こういうことを始めるということが重要だと思います。大きな違いを生むと思います。グローバルサウスが十分に代表され、声が届かなければ貧困はなくならない、他の問題はなくならないと思います。そう、ありがとうございました。非常に包括的にご議論をいただきました。関心深かったです。バンバンさん、それではどうぞ。多くの国々はパンデミックから影響を受けました。また今はインドネシアの大臣がおっしゃったように、金利が上昇して、これがインドネシアやその他の新興国に影響を与えているということでありますが、アジア金融危機の時よりは強くなっているはずですが、今の新興国の状況をどう見ていらっしゃいますか。ムルヤニ大臣がおっしゃったのは、インドネシアのような国においてはアメリカや日本の道をたどるような贅沢はできないのだと。為替政策を取れば為替レートのボラティリティ、資本の流出に見舞われてしまうということです。もちろんアジアにおいて新興国はより強くなったと思いますが、現状どう見ていらっしゃいますか。明らかにコロナの後回復はスムーズで、もともとの経済状況に戻れると思っていました。でも残念ながらそうなりませんでした。まず一つ目、サプライサイドの混乱があります。これによって高いインフレが訪れました。高インフレというのはもうすでに多くの国々であったわけですけれども、今回の高インフレというのはちょっと変わっています。なぜならば先進国で起きて、通常は高インフレ経験を持っておりません。アメリカで、西ヨーロッパで起き、イギリスでも、そして日本でも起きています。少なくとも日本におきましてはインフレの問題はなかった。時には日本はなかなかインフレを起こすのができない状況であったのに、今 5、6% でしょうかインフレになっています。これは比較的高い。それから他の世界の各地にも影響をもたらしています。高インフレが先進国でありますと、当然アメリカのような国においてはどういう方法を取るか、インフレのプレッシャーを抑えるためには利上げしかないわけです。残念なことに最終的に FRB は金利を非常にアグレッシブに引き上げなければいけませんでした。利上げというのはもちろん何回も起きてきたわけですけれども、今回においてはその利上げのスピードがとてもアグレッシブです。一番最近のデータを見てみますと、インフレの圧力は例えばアメリカでは緩和してきています。西ヨーロッパでもそうです。しかしながらそれでもまだ安心感が持てるレベルまでいってません。例えばアメリカにおいてはまだ 5%、 5% というのはそれでも割と高いわけです。前の四半期よりは下がったとしても、そして高い金利の影響、FRB 米ドルから始まりますと、当然それが途上国に影響がもたらされます。多くの途上国はその影響を受けることになるのです。
そして間違いなく中尾さんがおっしゃったようにインドネシアはそのような贅沢はできないのです。余裕がないのです。金融政策を取る余裕がありません。何かが起きて高い金利がアメリカにあることを見ることしかできないわけです。ですからインドネシアの中央銀行は利上げが必要になってきます。これが経済成長に影響を与えるかもしれない。しかし幸運なことにいくつか役に立つことがあります。途上国が緩和できることにつながることがあります。高いインフレ率、そして経済成長の減速に対抗する意味でできるのはまず1つ目、コモディティ価格が高いということは助かります。一部の途上国にとっては、なぜならば私たちの輸出はパフォーマンスが高い状況でありますから、輸出からの余剰金、これによって圧力を緩和することができます。我々の通貨為替レートに当たってくるプレッシャーを緩和することができます。対米ドルにおいて2つ目は国内市場です。ここでもエマージング諸国、途上国の名前がこういうふうについているのは今進行中だからです。消費の基盤が大きく伸びています。これで政府、国内の需要が生まれて生産を吸収をし、そうすることによって経済が成長できます。ですから経済成長への影響というのはここで緩和されました。もちろん通貨は浮きましたけれども、通貨安というのは中尾さんがおっしゃったことと比べますと、アジア通貨危機98年の時と比べるとマイルドです。ルピアやその他の通貨、確かにアジアの通貨というのは弱含みました。でもその割安のレベルというのは前と比べるとずっと小さいです。98年と比べると。ですからまだ大丈夫。でももちろんもっとスムーズな回復を期待したいところです。コロナからの回復、まだそれが実現できてません。サプライサイドの混乱が先進国で起きているからです。ありがとうございます。消費が非常に重要であるということですね。重要の中でですね、特にエマージング諸国においては強調させるのは、エマージング諸国は輸出志向だということは強調されるんですけども、最も重要なその需要というのは国内消費ですね。インドネシアはその資源が豊富なので幸運です。資源が不足している国はもっと苦しんでいるということでしょう。どっちにせよ非常にいいディスカッションだったと思います。ディパリさん、気候変動です。いろいろなそのリスクについて、懸念について、気候の変動について話はあるわけですけども、具体的なステップがあまりスムーズに進んでいないということですね。エネルギー需要が多くの国にあるというようなことですね。それについてはどういうふうに見ておられるんでしょうか。そしてどうやって進展を遂げることができるでしょうか。ファイナンスの側面も含めてです。ありがとうございます。始める前にその園部所長にご招待いただきましたことに関して御礼申し上げたいと思います。パネルに参加できますことは嬉しく思います。お答えする前にですね、数分いただいて基本的な問題について触れたいと思います。各国がそのいろいろなその問題に直面していますが、そのインパクトが違うということで、各国がこれ課題に対応できるか、そして克服できるかというのは、その状況が様々です。クリーン、そしてクライメットファイナンスはその持続可能な経済繁栄と、そして共有された繁栄にとって重要です。そのパブリックファイナンスを導入するということは使い古された言葉かもしれませんが、アジェンダを実際に見ていかなければならないというふうに思います。ロックフェラー財団はその ECG とともに調査を行いました。 16% のみです。気候ファイナンスのニーズの 16% しか満たされていないということなんです。わずか 16% です。そしてイマージング技術、そして市場が最もそのファイナンスのギャップの厳しいものに直面しているということですね。そのカーボンキャプチャー、そして隔離ですね、 CCB などは、その CCS などはその 5% しか、そのニーズの 5% しか獲得していないということで、
非常にその緩和できないセクターがリスクが高いのです。そして途上国の素分リスクなどにおいて海面が上昇し、気候緩和そしてファンディングのギャップに直面しています。そしてそのコミットメントが十分に満たされていないということですね。 GDP の 0.7% が対外援助を出すということを先進国は約束したにもかかわらず、それは果たしていない。その毎年1000億ドルほど出すということを言っているわけですけれども、また世銀と世銀はそれぞれの手段を国の支援に向けることができていないわけです。ニーズは高いので、数週間前その財務大臣、中銀総裁がワシントン DC に春の総会に出たわけですけれども、そのバルバドスの首相ミヤモトリ氏が言ったのは、気候ファイナンスのアーキテクチャはグローバルサウスのために作られたものではない、デザインされたものではないと言ったわけです。ですから G7 が何ができるかということですけれども、最も重要な政策領域 G20、 G7同じであるべきなのです。一つの政策がその G20 で、一つが G7 というふうには分けられないのです。いくつか重要な点を申し上げたいと思います。まずグローバルなサウスがリードするアジェンダをサポートすると、それによってグローバルなファイナンシャルなアーキテクチャを設計し直すと、そして国際開発銀行を開拓するという、変化させるということですね。それぞれ一つ深掘りして申し上げますが、その私がその G7 と言っていても、先ほどのスピーカーと同じですが、日本なんですね。日本のリーダーシップが重要なので、それについて申し上げたいと思います。グローバルな金融アーキテクチャを変えるという中で、 G7 は迅速に勢いを持ってですね、その発展のロードマップを作るべきです。そのインドが G20 の議長国を持つ中でですね、新しいそのリーダーたちが本当の意味で その変革をもたらさなければならないということですね。グローバルな金融アーキテクチャに向けて、そして日本の G7 の議長国ですけれども、 G20 の議長インドにその指示をし、グローバルサウスがリードしたイニシアティブを取るべきです。クライメートファイナンスですね、そして経済回復のニーズ、そしてエマージング諸国が即座のそのいろいろな政策を必要としています。そして、国際開発銀行を強化しなければなりません。追加的な資金を投下することによって、エネルギートランジションアクセス、そして新たなそのグリーンの雇用を途上国に創出していくということに努力をしなければなりません。 G20 が指定した独立委員会ができたために、他 国際開発銀行世銀がバランスシートを活用して、より積極的に、そして追加的なドルをシステムの中に投入することができるようになりました。クライメートファイナンス、気候ファイナンス、 G7 と G20 と協力をし、ロードマップを作るべきなのです。自己資金のフレームワークの勧告ですね、金融イノベーションなどを含むフレームワークを改善していかなければなりません。これらの介入によって国際開発銀行は資本を増強し、そして途上国にそれを向けることができるのです。そしてまた民間の投資を誘致すると、特に脆弱性のある国に向けていくということが重要です。債務増加の可能性に関しまして、 G20 のその共通枠組みを是正していくべきであります。債務の負担を減らすということで、再編に関しての期限をしっかりと設けるということですね。イニシアティブを取ることによって、元本と金利の支払いについてその対策が取られました。同様の政策を取るべきでありましょう。これらを合わせると、その債務に苦しんでいる国に対して生命線を提供することができます。そして21世紀に向かうことが可能になるのです。 G7 はさらに対策を取ることによって債務の危機を防ぐべきでありましょう。SDR で使用されていないものを活用すると、それをメンバー国に向け公的な
準備金にし、そしてリスクのある国にこれを向けて流動性問題に対応する、アクセス、その急速のファイナンスのファシリティ、そして金利のサーチャージを停止をするということ、これ重要な問題になっています。私が申し上げたことはたくさんのように思えるかもしれませんが、今行動を取らなければなりません。もはや時間はないのです。最近の春の総会において世銀と IMF において世銀は気候変動をミッションのガイダンスとして提供することを同意しました。そして500億ドルを追加的な融資に充てると言いました。向こう10年で、私はその日本にお願いしてこのモメンタムを活用し、この活動を続け、そして6月のサミット IMF 世銀の総会10月を活用し、さらにモメンタムを継続していただきたいとお願いしたいと思います。そして私ども全てが言っておりましたが、これらを達成するためにはその最適にやるためには G20 と G7 が協力をしなければならないです。ロックフェラー財団として、そしてアジア会議、アジア開発銀行研究所はエキスパートのミーティングを開催しました。 T7 と G20 と、そして G7、 そして G20 インドをそのマネーティングしてベラジオセンターにおいて会議を開催しました。こういう修練の領域はどこであるかということを模索するためにですね、より協力を促進するためにはどうすべきかということに関して議論をいたしました。もっと私どもの関係に多くの投資をして信頼を強化しなければならないと思います。まとめていただけますか。結論としては G7 の議長をして G20 の議長国がインドで、 G7 が日本が議長国である間にその危機に対応するかどうかということの意思が試されるというふうに思います。長期的な問題に対応できるかどうかということです。正しいアジェンダ設定をして、そしてその現在のシステムはその活性化できると私は楽観しております。日本にそしてインド、それぞれの議長国としての能力に信頼を寄せております。変化をもたらし、そしてコミュニティの中で毎日その気候変動の危機を感じている国々に対応できると思います。ありがとうございました。それでは次、ディルさん、食料安全保障の問題の専門家でいらっしゃいます。50年代そして60年代最も重要なアジアの問題というのは、人口が伸びている中で飢餓をどうやって避けるか、グリーン革命進められました。今私たちはもう一つの課題に直面しています。それではそれについてお話しいただけますでしょうか。中尾さん、ありがとうございます。まず皆さんこんにちは、ありがとうございます。私の T7 に関しての考えを共有したいと思います。私ブータン出身ですけれども、大変包摂的だと思います。私ブータンの人間が食料安全問題についてここで話せるということは大変包摂的なことだと思っています。他の T7 過去と比べますと、去年はドイツでしたけれども、今年の日本の議長国、非常に包摂的だと思います。食料安全保障に関して世界の生産を見ますと、61年から今日まで、2021年までですけれども、非常に大きな進展がありました。穀物の生産、1961年は8億1500万トンでした。今日は30億トンになっています。ものすごい達成です。穀物の生産だけではなく、その他の石油とかフルーツ、野菜、伸びております。これだけの生産の伸びというのは生産性が上がったからです。土地が増えたわけではありません。そんな選択肢はありませんでした。1人当たりの土地は 0.177 ですから、非常に小さくなっています。もう一つ、この伸びというのは主にアジアから来ています。穀物の生産ですけれども、穀物生産の 50% がアジアです。ですからアジアというのが非常に重要な役割を果たしてきました。しかしこの食料安全保障というのはそれだけではなくて、コストもあります。環境を悪化しました。たくさんの損害が環境にありました。ですからやったことを直さなければいけません。これが1点目。これだけ進展はありましたけれども、それでもまだ
問題解決ではありません。今日2021年23億人がお腹を空かせているんです。23億人です。考えてみてください。31億人は健康な食事が食べられません。7億6000万人が栄養不足です。ビタミン不足とか鉄とか肥満の問題ではないんです。ですからこれだけ進捗があったにもかかわらず、まだやんなきゃいけないことがたくさん残っているということです。もう一つの課題、世界の人口を見ますと1961年から今日まで、当時は33億だったのが、今日は80億近くになっています。2050年になりますと97億になります。ということは、どうやったら97億人の人たちに食べさせるかということです。これもいくつかの問題があります。まず一つ目、重要な問題は気候変動です。気候変動というのは、これによって世界的に食料生産を引き下げます。それから環境です。環境はもう損害を与えました。土地劣化があまりひどくて、土地の 25% が劣化してます。2050年までに何もやらなければ私たちの 95% が劣化してしまいます。もうストレスにかかっているわけです。水のストレスがすでにたくさんかかっています。例えば水のストレスがかかっているところに住んでいる人たち、すごい風です。2050年になりますとさらに上がります。水の 72%、 それに加えて紛争があります。コロナもあります。そうであればどうやったら前に進むことができるのか、ここでぜひ G7 にお願いしたいのは、継続的な投資を研究開発にかけていただきたいのです。 G7 はいろんなイニシアチブをやってきました。しかしアドホックです。対応的です。継続的に行われていません。いくつかの投資はいつも臨時の一時的なものです。ですから継続的な投資をしてください。生産を上げるだけではなくて、その生産を維持するための投資をしてもらいたい。2点目、パートナーシップを求めます。グローバルなパートナーシップです。 G7 と G20 とその他のパートナーとのパートナーシップです。今日 G7 諸国っていうのは経験開発の投資の、例えば CGI センターからの悲劇をしてきました。 G20 も伸びてきました。 G20 もぜひ G7 と協力をして投資をしてほしい。データ、技術、知識、ノウハウがあるわけですから、これ G20 だけではなく G20 以外の国々にも広げていただきたい。それをお願いしたい。それからもう一つ、技術イノベーションを集めてヘルシーな平等な強靭性のある持続可能性のある食料を提供すると、環境への負荷は最低限に収めるということです。 T7 にはぜひこういう技術の開発に投資をしてほしい、スケールアップしてほしい。それから4点目、今日5億人の農家は小規模農家です。2ヘクター未満の土地耕してます。この人たちが世界の食料安全保障の 80% に貢献をしているわけです。ぜひ T7 には投資をしてもらいたい。気候変動の適用緩和、特に小規模農家は貧しいわけですから助けていただきたい。適用できないわけです、気候変動に対して。ネットゼロが起きるまでにちゃんとこの人たち、農家の人たちが適用することを支援しなければいけません。食料安全保障に助かるだけではなくて貧困も減らせます。貧困の多くはこの小規模農家に集中しているからです。以上です。ありがとうございます。とても具体的でした。ジョンさんです。たくさんの問題があります。債務に関する問題ですね。特にパンデミックの後、いくつかの問題、サプライチェーンの問題など生じています。債務の問題をどういうふうに見ておられますか、今現在。ありがとうございます。中川さん、少し4つの主要な点について申し上げたいと思います。債務の問題、そのデッドの債務の危機の問題の脈絡、コンテクストを申し上げたいと思います。そしてその共通のフレームワークですね、この債務再編のためのそのいろんな問題に対応するためのものについて申し上げて、その他2つの問題として、領域として G7 が
可能性としてソリューションを提供できるような問題、そして最後にこれから先どうするかということです。まずコンテクスト、脈絡ですけども、皆さんご存知だと思うのですが、この債務の問題は途上国にとってはそのかなり昔からあった問題で、パンデミックの前ですね、その金融緩和、そして経済状況、金融状況が非常に緩和されていたということで債務が上昇しました。金利のそのパンデミックの後のその上昇の差があるということで、今の今日のリスクが生まれました。去年はグローバルな金融引き締めが行われている中で、これは債務のリスクがさらに拡大されました。今現在の状況としては 60%、 低所得国の 60% はもうすでに債務のディストレスの状況にあるか、あるいはそのリスクがあるという状況です。問題は何ができるかということなんですけれども、ご存知の通り、皆さんご存知だと思うんですが、 G20 のコモンフレームワークですね、債務のための共通フレームワークというのが設定されました。しかしながら欠陥が、深刻な欠陥があります、このフレームワークには。これについていくつか申し上げますと、 G7 は何ができるかということですね。これに対してこれをその枠組みの効果を再建するために何ができるかということですけれども、一つの問題、債権国の構成、過去20年を見るとシフトが見られるわけですね。パリクラブのメンバーからより民間の債権者、そして中国と変わっていったのです。その債権国の分散化は、その資金調達では解決が一つは出てくるわけですが、債務の問題の解決には問題が出てくるわけです。ディパリさんがおっしゃったように、もうそのタイムスケールの問題もあるし、それから比較可能性ですね、取扱い処遇の比較可能性が少ないということの問題、それからインセンティブのみならず民間のセクターの参加をですね、その破綻処理解決の問題で取り組まなければならないわけです。債権国のベースがかなり拡大した、民間の債権国が増えたわけですから、民間の債権国を解決、再編に取り入れなければ、これは無駄な努力になると思います。ここに G7 がまた強い役割を果たせる、その領域があると思います。それからさらなる問題イシューとして SDR ですね、特別引き出し権、 G20 の諸国からコミットメントがあります。1000億米ドルをプレジをすると、脆弱性のある国のためにですね、これは財政的なその能力に当てると、そして債務の問題に当てるということが可能ですけれども、しかしながら現在600億ドルだけがプレジされているということで、実際支払われたものはないわけです。さらなる努力がここでは必要なのです。それからオペレーション上の障壁があって、 SDR の E10、それもどうにかしなければなりません。 G7 がこれを是正することを見るべきでしょう。それからもう一つ重要な点としては、その途上国の債務の多くの部分がその外貨建てです。特に米ドルであります。で、私どもが去年見たのは、そのドルが急に上げたということで、これは深刻な制約要因となります。これらの経済国に対してですね、その債務の持続可能性、それからドルが下げるということは、国内のその債務の額が上がるということで、こういう経済をその持続可能性のない状況に押しやってしまうということで、 G7 はここで重要な役割を果たしうると思います。ヘッジングをその債務の再編に取り込む、そしてモニタリングをする、全体の経済の、これらの経済のエクスポージャーをモニタリングすると、その為替レートの変化にへのエクスポージャーを見る、特に対米でですね。それから気候リスクを債務の持続可能性の分析に含めるということは、ここ数年大いに進展を見ておりますが、もっとやれることはあるのです。そして最後に、
金融リソースでヘルプをするということに加えて、途上国の能力を高めると、その公的債務の管理に関してですね、技術移転は、そしてキャパビルですね、公的な債務の管理に関しまして、それを考えるということは重要でしょう。 We have had a... ありがとうございます。たくさんの問題をカバーしました。具体的に興味深い形で。それでは第2ラウンドをやってみたいと思います。アブラさんから、先ほどグローバルガバナンスというのを改革が必要だとおっしゃいました。これも非常に重要な基盤となると、途上国の問題に答えるために。でもアジア諸国を見てみますと、多くの国々は世銀 IMF からサポート、 IMF はそうでもないかもしれない、それほど金融危機があったわけじゃないから。でも ADB やその他支援を受けてます。また同時に多くのアジア諸国は自分たちで開発をすることができてきたとある程度言えます。 MDB グローバルガバナンスがそれほど途上国から言われたわけではない。アジアの成功をどう見てらっしゃいますか。どうやってガバナンスの問題をこの地域の違いと関連づけてお考えになりますか。ご質問ありがとうございます。非常に面白いご質問いただきました。後半な質問です。それではちょっと比較をしてみましょう。アジアとアフリカの状況を比較してみましょう。もう少し一般的な形で、なんでアジアの方がよりうまく進んでいるのか。ガバナンスっていうのがとても重要な問題ですけれども、それだけではないんです。アジアの開発が起きたそのタイミングは、グローバル化から悲劇ができたんです。輸出促進したわけです。世界が輸出を受け入れるそのタイミングだったんです。ですからタイミングの問題があります。早い段階で始まったということ、それは私たちは享受できなかった。別にだからといって地元の努力がじゃないと言ってるわけではないんですけれども、楽だったということです。一方アフリカはちょっと慎重にしなければいけません。北アフリカと南アフリカとその他の地域、区別しなければいけません。アフリカの中央を見てみますと全く違う状況にある。搾取されている、罠にはまってしまっている、悪循環があるわけです。貧困の悪循環です。そこから逃げられない、逃げることが認められてないと。独立した後もですか。そうです、独立した後もです。そうです。じゃあ一つ例を申し上げましょう。今の段階アフリカというのは 3% しか気候のダメージに貢献してないけれども、影響が大きい。誰も保証してくれない。さらに悪いことに、天然ガスを輸出するから国内向けに使うことができないわけです。産業化、グリーンの形といったときに、当然ながら化石燃料、産業化のために必要だってことは分かってます。水素が適切に産業化を支援するまでまだ時間がかかるわけです。ですから閉じ込められてしまっているということです。どれぐらい状況がアフリカで悪いか、スーダンの例を挙げましょう。スーダンというのは非常に面白い国でありまして、10年前私はあそこで支援をしてました。開発の戦略やってたんです。4億頭の牛がいるんだけれども、輸入しているんです。あの粉ミルクを自分たちで飲めないわけです。これだけ牛がいながらミルク自分たちで飲めないわけです。石油も助けになってない、悪循環なんです。ありがとうございました。非常に興味深い洞察に富んだコメントをいただきました。アフリカについて、バンバンさん、先ほどそのマクロ経済的な状況についてコメントをいただきました。非常に大きなそのボラティティに関するその対策があるんですけども、多くの国はうまくやっているところもあるんですが、このディグローバリゼーションですね、アブラさんが言ったように基本的なその基盤
アジアの成長の基盤はその相対的にその平和があったグローバル化がですね、1950年から2000年2010年ほどにそういうグローバル化が起きた。現在その対立があります、西中国その他の間でですね、またパンデミックサプライチェーンの混乱が起きました。どういうふうに見ておられますか？グローバル化は阻止されるんでしょうか？そしてより分断されたその経済になっていくのでしょうか？どういうふうに状況を見ておられますか？そしてお国に対する影響はどう見ておられますか？もちろんグローバル化はあって、これは回避することはできません。例えば比較するならば70年代80年代グローバル化を主に貿易で見ました。物サービスの移動においてそれを見ました。現在グローバル化はファイナンスですね、ファイナンスのグローバル化、これはトレンドとなっています。それからそれに加えて忘れてはならないのはテクノロジーのグローバル化ですね。特にデジタルテクノロジーです。こういうグローバリゼーションに直面しなければならない。影響は何かということですが、前の議論、中尾さんとの議論を続けてみたいと思います。中尾さんがおっしゃったのはアジアの諸国途上国は資源がなければ非常に苦しむんだとおっしゃった。高金利であるというようなことからですね、その何らかの方法は見出すと思います。もちろん資源に依存することはできない。でもいわゆるアジアの奇跡、日本で起きた、そして韓国で起きた、こういうことはそのコモディティがあるから起きるのではなくて、その人材があると、そして製造部門での競争力ゆえに起きるわけです。インドネシアも90年代にはそれを体験しました。主要な輸出製品は石炭でもなければパーム油でもない。その当時は主要な輸出項目は繊維、衣類、エレクトロニクスですね、そして履物だったわけです。こういうパターンが繰り返されているわけです。2つ成功した国を挙げるならば、現在これらの国は大きな輸出を享受しています。労働集約的なプロダクト、バングラデシュ、ベトナムです。バングラデシュ、ベトナムは非常に成功しました。これは生産国として、そして輸出国として、その繊維、衣類、そしてエレクトロニクス、履物ですね。現在グローバルな、そのファイナンシャルグローバリゼーション、デジタルなグローバリゼーションが起きているということから、アジア諸国、多くのエマージング市場、そして途上国経済がこの利益を享受するでしょう。どうやって享受するか、中国の例を聞きましょう。中国はそのアメリカとは対立しているかもしれませんが、中国はまず労働集約的な製造を行ったわけですけれども、今最近はそういう製品だけに依存することはできないということから、そのテクノロジーの輸出に移行しています。デジタルソフトウェアのみならずハードウェアも輸出しています。フォアウェイとか SHE とか、こういう国がその電気通信産業では一般的な言葉になっています。同じようなその商品が西洋なの国から出ているにもかかわらず非常に競争力を持っています。携帯電話を見ますと、携帯電話 iPhone と iPhone などはポピュラーですけど、アジアの市場を見るならば最もポピュラーな携帯電話はインドネシアが消費していると、 iPhone でもなければサムソンではない、シャオミなんですね。中国のグローバル化、貿易のグローバル化、モノサービスのグローバル化は混乱に陥るかもしれません。紛争があるから、あるいはその多国間主義が衰退することから、そういうことが起きるかもしれませんが、金融セクターのグローバル化、そして技術、
デジタル技術のグローバル化は不可避的だと思います。誰もストップをかけられないわけです。こういうタイプのグローバル化に、特に金融ですね、デジタル化についてはですね、これが解決策になるかもしれません。多くのエマージング諸国、そして途上国、つまり前のコンセプトを製造で成功するというのではなくて、もう少し困難な道、デジタルテクノロジー、金融セクターと両方と手掛けることによって、その中所得国からそのより高所得国に移行をするということだと思います。まあ、ありがとうございます。ほとんど同感なんですけれども、私も懸念しておりますのは、地政学的な緊張がどのような形でこのスムーズなグローバル化の拡大阻害するかということです。グローバル化というのは変えるべきではない道のりだと思いますけれども、他にも懸念ポイントがあるということで、私たち協力してこれを維持しなければいけないと思っています。それではディープリーさん、 MDB の改革について触れられました。 ADB の元総裁として、 ADB は気候変動というのをトッププライオリティにしています。ジェンダーとか貧困問題も、気候変動というのが一番重要な MDB の分野だと考えています。 ADB においてのです。セギもそうです。また既存の資本の活用、 ADB において私たちはコンセッションローンを提供し、レバレージもより使っています。同じ資本に基づいて、ですから MDB も努力はしています。でもそれでもあなたとしては十分足りていないとお考えでしょうか。何ができるんでしょうか。それから SDR、 これもジョンも言ったことですけれども、 SDR 特別引き出し券というのは、これは別にマジックのお金じゃなくって、これはクレジットラインです。それを使ったら金利を払わなきゃいけないわけです。一番重要な変化は何ですか。格付けの問題でしょうか。何でしょうか。はい、MDB はもちろん頑張ってます。セギも ADB も今気候銀行になろうとしていると。でも気候銀行になるからといって何を変えてくるんでしょう。何が違ってくるんでしょうか。これは重要な質問です。 ADB においては真剣に捉えているということは分かっています。まず銀行の中で能力をつけて、トレーニングをスタッフにして、どういう争点、気候の争点があるかということを学んでいます。私たち財団として学んだのは交差点、やろうとしていることの交差点で、先ほど食料とクライメート、ヘルスとクライメート、これディルが言ったことですけども、全部絡まってるんです。気候の問題っていうのは狭いフォーカスにしてはいけないんです。どうやったら MDB が理解できるのか、本当にどのような形に投資をすべきなのか、どういうような道具、解決策、ツールがあるのか、設計したその国に一番機能するのは何か、どうやって、例えばインドネシアにおいてはどうやって政府とやり取りをするのか、 ADB 世銀は十分時間を払っているのか、 G20 諸国と、もしくは G77 と、そしてその他の人たちに十分時間を払っているのかどうか、彼らが何が必要なのかちゃんと聞いているのか、これが重要なポイントです。これだけ早くスピードが進んでいる中、最近でも春の会合で500億ドルリリースされましたけれども、世銀からなんでこんなに時間がかかったのか、バランスシートを見てさらに新しい追加的な資本を生み出すことができたと。もっと MDB もっと責任を求めてはどうなのか、一体最終的に誰が責任を追及するのか、どのように国々で本当に中心に置かれなければいけない国々、彼ら発言権あるんでしょうか。ないんです、ほとんどの場合。ですから必要性が高まっていると思います。もっと早く動かなきゃいけない。そして説明責任のレベルというのをもっと高く上げていかなければいけないと思います。それから SDR に関してもサージャージ、とても複雑です、分かってます。もし特効薬があったらもうすでにやってたでしょう。でももちろん希望はあります。日本の議長国、 G7 の議長国、それからインドにおいてもそうですね。 G20 のシェルパーの話が先ほどありました。明確な意図があります。本当にちゃんと担保したい。気候ファイナンスにはギャップが大きいので、どうやったら気候ファイナンスが
ちゃんと脆弱なコミュニティに届くのか、それも早く届くのか、MDB が何ができるのか、どうやって新しいグローバルファイナンシャルアーキテクチャを作ることができるのか、債務の問題はどう見るのか、これは本当に脆弱な状況に国々を落とし込んでいます。そう、ありがとうございました。非常に明白でした。次にジルさんです。非常に興味深い一種をいろいろ言及なさいました。継続したイノベーション、 R&D の投資というふうにおっしゃった、多くの要素があります。グリーンレボリューション、肥料であるとか殺虫剤とか、それからその種ですね、その米 EV ですね、米の研究所にいたときに、水中でもその育つ稲というのを見ました。それから水の理由ですね、灌漑、そしてドリップイリゲーションという考え、これは世界水を非常に節約できる、それからロジスティックスも重要ですね、その食べ物の廃棄を回避するとどれが重要か、これら全て重要だとお考えになりますか、どういうふうにご覧になりますか。これは大きな問題ですね、みんな考えている問題です。食料安全保障は非常に重要な問題です。でこれをその異なる角度から対応しないと非常にチャレンジングになるわけですね。食料安全保障を確保するということは、例えばグリーンの革命を続けなければならない、グリーン革命が起きたときにはどういうときだったかといいますと、非常にその飢餓があったり迅速に行動しなければならない、そういう時代です。これを解決した人間はノーベル賞を取ったわけですけども、たくさんの人の生命が救われました。今グリーン革命について振り返って考えると、当時は考えなかったんですけど、何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったのか、マイナスの影響は何だったのか、プラスの影響は何だったかということを見るべきだと思います。その食料安全保障にとってマイナスの影響のものはこれからなくしていかなければならないと思います。食料安全保障は今その緊急事態ではありませんから、テクノロジーをテストすることができる、ゆっくり進むことができるということですね。そのいつその技術を導入するかというのは、その場合によってはマイナスの影響があるときもあります。それから農家へのインセンティブも重要だというふうにおっしゃった。それから多くの人がよりその肉を食べる、でその農産物をですね、この畜産に向けなければならないという追加の問題があります。ジョンさん、債務の持続可能性の話をされましたけれども、一つは中国に関しての質問があります。パキスタンやスリランカを見ますと、彼ら意図的に罠にかけようと思ったわけではないと思いますけれども、でもローンを出して、それも多額のローンを出してちゃんと整理をしてなかった。経済合理性、果たしてこれが生産性があるかどうか十分確認がされてなかった。もう一つの質問は、たくさんの問題、ミレニアムデッドリリーフというのがありましたけれども、もし債権者が債務免除したときには新しいローンを出すのをためらうことになるのではないか。ですから、ただ単に債務削減、債務免除だけを使い続けることはできないと思います。それから民間は今債権者となっています。そういう意味でどうやって民間関与させるかということ、IMF で議論されています。たくさんありますけど、簡単には言えませんね。もっともっと債務の削減、債務免除をすべきだと言えません。そうしてしまったら、他の問題を発生させてしまう可能性があるからです。つまり、あまり貸し出しをしなくなってしまう可能性があるからです。それから中国、果たして彼らは共通枠組みの一部となるのか、パリクラブのメンバーではありませんけれども、こういうような中国のような大きなエコノミーが、まだ自分たちは途上国だというのは驚きであります。 OECD でもパリクラブでもないと。確かにそうです、大きな問題です。パリクラブの債権者が債務免除を債務国に提供したときに、そのお金が今度は中国への返済に使われてしまったら、民間への返済に使われてしまったら何のためかということになります。非常に厄介な問題だと思います。30年前と比べますと。中尾さん、ありがとうございます。非常に面白い質問をいただきました。私、できるだけ簡潔にお答えしたいと思います。まず一つ目の質問は、これは最初の私の発言の中でも申し上げましたけれども、債権者の構成が変わってきたということです。つまり前はパリクラブ、例えば20年
振り返りますと、そこから中国民間の債権者に移ってきたということで問題が発生します。債務リストラクチャリング再構成といったときに、確かに債ファイナンスを提供する上ではいいかもしれないけれども、債務削減リストラクチャリングとなると困難になります。それから債務の透明性の懸念について触れられました。パリクラブから民間の、もしくはパリクラブ以外の債権者に移ってきますと透明性が欠けます。つまり本当にどれぐらいエクスポージャーがあるかということが理解できない。これは G7 がもっとプッシュすべき、 OECD の枠組みの話ですけれども、 G7 も役割があると思います。つまり任意ではなくて強制しなければいけない透明性だと思います。それからもう一点、全部債権者だけに責任を押し付けてはいけない。債務者もちゃんと受けたローンを上手に使って、資本を上手に使っていかなければいけない、生産的な方法に使っていかなければいけないと思います。今の段階で明らかではないのは、途上国が果たして能力を持っているのかということです。ちゃんとそのローンもらった資金を生産的な形で配分できるか、その能力があるかどうか、これは検討しなければいけません。ですから全部債権者だけに責任を押し付けてはいけないと思います。もちろん債権者の責任もありますけれども、全てのケースにおいてローンを出したときにガイドラインにあった形で出せば全部安全になるかといいますと、債務者の方もやらなきゃいけないことがあります。ちゃんとその資本、ローンで得た資金を生産的な方法で使っていかなければいけないということで、そのためにはキャパビル、能力構築が必要になります。例えば公的債務の管理の能力とか技術移転などです。ありがとうございました。非常にいいディスカッションができました。聴衆の方からご質問をお受けしたいと思います。234ご質問を受けたまって、そしてステージの方に質問を選んでお答えいただきたいと思います。それではどうぞ。オレンジの洋服を着ておられる方、ジェニー・ゴードンですね。オーストラリア国立大学、そして ADBI の諮問委員会にも属しています。タスクフォース4に関与していて、その重複する問題がたくさんあって、素晴らしいセッションだと思います。そのイシューペーパーを読むのを楽しみにしております。私の質問はその貧困を卒業するという点です。全部その関連があると思うんですが、どうやって貧困を卒業するかということで、十分なスケールを確保し、生産性を伸びると、そしてその経済内でのその貿易取引が必要ですけれども、外部の資本が必要です。そうすると返済しなければならない、そういう輸出ベースが必要なのです。それが必要であるということを考えると、グローバルな貿易制度はどういうふうに変化するでしょうか。デジタル化するんでしょうか。どこにそのチャンス、オポチュニティがあった、どこがその活用するためにはその地盤ならしが必要であるというふうにお考えになりますか。次の方どうぞ。ありがとうございます。シュクイと申します。イランから参りました。農業開発プロジェクトに携わっています。私の懸念は開発の問題、貧困削減、環境保全、これは政治の問題と絡みついています。何か政治の途絶があった場合に、もしくは全ての開発の努力、 SDG も含めて全部途絶してしまうのです。何かメカニズムが必要となります。ちゃんと分けなければいけません。少なくともこの政治の問題と開発問題のつながりを緩やかなものにしなければいけません。つまり
政治で混乱途絶があったとしても開発の問題というのは通常通りに進めるようにしなければいけません。計画通りに進めるようにしなければいけません。 T7 シンクタンクが触媒の機能を果たしてこの問題に対応していただけないかということです。ありがとうございました。ありがとうございました。さらにご質問ありますか。中央におられる男性、ピンクのシャツを着ておられる方、どうぞ。ありがとうございます。小作大臣です。将来イニシアティブの東大におります持続可能性、農業の持続可能性について伺いたいと思います。通常このラグがあるんですね。実際農家がよりサステイナブルなその農業のシステムをやろうと思ってから実際結果が出てくるまでに、その利益が出てくるまでにタイムラグがあるということで、多くの農家がその持続可能性のある観光をやめようと思ってしまうわけです。そういうことからどうやってモチベーションをその与えたらいいんでしょうか。その彼らが実際に結果を享受するまでに、そのこういうサステイナブルな観光を続けさせるためにどうしたらいいんでしょうか。もう一人手が挙がっています。女性の方、これを最後にいたします。他にどんなかいらっしゃいますか。あ、はい、では5人ですね。全部合わせて5つということで、次どうぞ。ありがとうございます。お立ちください。黒島マリアと思います。 SSC のシニアリサーチャーです。公的セクターでの仕事、ここ5年やってまいりました。質問は地政学の問題と経済の問題の間の関係です。全く同感で、公的投資が必要だと、経済成長を支える上ではグローバルサウスにおいては同感ですけれども、地政学的な緊張が高まることによって FDI が減ってくると、そして生活費が高まり利払いが高くなると、金利が引き上げられるからと、これは新興国途上国においての影響は大きくなるでありましょう。この経済成長を支えて民間投資を強化する上では地政学的リスクを減らすことが重要だ。でもこれは横断的な問題です。経済と国家安全保障と簡単に分析はできないと思います。政策提言、国家安全保障に関しては難しいということで、 G7 および G20 の関連したシンクタンクはこの問題に取り組むことができるんでしょうか。学術会もしくはリサーチの観点から提言はできるのでしょうか。ありがとうございます。最後のご質問ですね。皆様こんにちは、ニーハイでございます。 ADBI の研究アソシエートです。ありがとうございます。一つ質問です。マクロ関連です。サステイナビリティ の、 そのサステイナブル開発を実現するために多くの国が金融政策、途上国の多くはインフレターゲットを設けたりしています。その価格安定性を達成するために、しかしながらインドネシア、ベトナム、フィリピン、その為替レートがその変動して貿易が関連しているということで、その為替の影響が大きい、その中銀はどういうふうに対応するんでしょうか。この為替レートの変動に対して、でインフレにターゲティングにおいては、インフレにそのウェイトを置いて価格安定性を達成しようとする、そうすると他の要素にはそれほど加重しないかもしれないということで、その為替についてどういうふうに考慮なさるんでしょうか。クリスチャンは、ターゲットをインフレにすべきか為替レートでしょうか。もっと為替レートの方に重きを置く、特にインドネシアのような途上国においては。はい、それでは5つ質問いただきました。お一人お一人お答えいただきたいと思います。それぞれ一つの質問に答えてください。一人一分です。時間がなくなってきましたから、どうぞ。では私の方から
いくつかの2つぐらい質問を答えたいと思います。関連した質問だから。まず外部の資本が必要、もちろんそう、マストです。でもこれは単独で来るわけではありません。つまり貧困から脱出するという意味では債務というのはキャンセルする必要がある。そうやって国が存続できるようにしなければいけません。リスクというのはいつも投資の障害となります。でもリスクが高いものはありますので、リスクというのはちゃんと減らさなければいけない。そのためには資本をグローバルノースが提供することによってアフリカへの投資を奨励するわけです。これチャリティーではない、貧しい人たちを支えるという意味ではなくて保証です。彼らが払っている対価です。不公正な取り扱いを受けているわけですから。あなたの質問に関しても同じです。政学的な問題ですけれども、開発を阻害していると、本当であれば阻害すべきではありませんけれども、そのためには公正なシステムが必要です。 G7 であれ、 G20 であれ、国連であれ、フェアなシステムでルールを全ての人に適用するのであれば、このような区別をすることができます。それから最後、 IMF は最近特別なプログラムを出してきました。ウクライナ用の、ウクライナだけです。これはうまくいきません。システムであるんだったら全てに適用できなければいけません。こういったところに政治の紛争と開発の問題、いつもそのようなテーラーメイクである特定の状況だけに適用しますと、自分がこれに関心があるからって言ってそれだけにやるのはうまくいきません。ありがとうございました。バンバンさん、お答えしたいのはインフレについてです。中銀は当然のことながらインフレターゲットをします。その主要な仕事としてですね、金利のその政策などを維持することによってそうしますが、国によってはインフレに影響を受けない、多くの場合その先進途上国がそうですけれども、中銀がインフレをその維持しようとする、利上げを少しする、そしてその政府の介入はしかしながら重要です。政府の役割はその基本的な食料のサプライが十分であると、価格の管理もする、特に消費者レベルですね、こういうことはしなければならない。これは政府がしなければならない。中銀はツールは道具は一つです。金利ですね。国によっては利上げを非常にアグレッシブにやらなければならない。アメリカのように、例えばインドネシアのような国、ベトナムのような国におきましては金利は上げておりますが、しかしながらアメリカのレベルではないということですね。ありがとうございました。いや、はい、2点、一つは貧困、それから外部からの資金に関して、確かにそれの必要性はありますけれども、どのような形で与えるかということ、北中心のモデルではありません。インドであれ、南アジア、アフリカでもですね、どのように開発をするのか、貧困をどうやって撲滅するのか、片方側から押し付けてはいけません。それから開発においてイノベーティブなファイナンスメカニズム、グラントファイナンティングだけではないと思います。もっともっとクリエイティブにやっていかなければいけません。最終的にどのように SDG を達成できるか、クリエイティブにやらなければいけません。それから最後に申し上げたかったのは地政学的な側面です。 G20 のシェルパも言いました、持続可能な開発目標、本当に話を進めて SDG を進めて、全ての国々はこれを同意しているわけですから、そして今非常に遅れを取っておりますけれども、地政学の問題を私たちの話に盛り込んでいって、でも人々やコミュニティや貧しい人たちはどん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 周辺化されている、脆弱になっています。この話というのは常に常に持ち上げていかなければいけません。貧困から脱出させなければいけません。そうじゃないとどん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 状況は悪化します。難しいのは分かっています。しかしながらどうやって SDG を活用して、これを中心に置いてみんなを動かすと、これを支持をした人たちがこれを現実化させるために努力を続けることが重要です。ジュリーさん、どうぞ。興味深いご質問ありがとうございました。いくつかのそのアジアのアフリカ、そしてラベージョクの農家をフォローしてまいりました。テクノロジーを開発したときにこれを展開して長年フォローしてまいりました。そのいろいろなその採用が見られましたが、その農家には長年使ったテクノロジーを使いたがるわけですね。ですからその採用も少なかったと、多くの調子
さをして、そのより生産的なテクノロジーをどう受け入れさせるかというようなことをその研究してきました。後で議論してもいいんですけれども、まだその利益が見えないということで、やるべきはそのギャップを埋める、そのトライアルをやっている間、それを保険をつけるということが必要だと思います。農家 の, そのフィールドビジット、デモンストレーションとかトレーニングとか、それから女性 の, その農家もその関与しながら、ベネフィットを見えるまでやり続けるということだと思います。 Thank you, Frederick. はい、ご質問ありがとうございます。私からは地政学リスクについてお話をしたいと思います。どなたも触れていらっしゃいませんから。これはとても重要な問題で、これはマクロ経済研究の一つです。IMF の GFSR でもこの問題を見ています。よく知られているのは、明らかな金融の安定の影響というのがより高まった地政学リスクで見られているということです。もちろん国によって違いがあります。どのように影響が出てくるか、その規模も違いますけれども、重要なポイントとして知らなければいけないのは、これがどれだけ消費や生産に波及効果をもたらすかということです。重要な影響が生産と消費両方にあるということが分かっています。これは当然ながら G7 が監視をし続けるべきでありましょう。マクロプルーデンスの観点から、それから伝統的なミクロの観点からもです。これに関してのサーベイランス、そしてその影響に関しての監視は続ける必要があります。ありがとうございました。一つだけコメントをしたいと思います。地政学的なことについて、私はエコノミストです。で、いろんなことをその考えているにも、経済的なそのことから見ております。経済は政治制度の基盤だとマルクスが言っています。いろいろなその開発をですね、平和なその穏健な政策で支持をするということが可能です。その地政学的な要素はそのイランにとっては重要です。金融制裁が使われたり、経済 の, その安全保障、そして抑止、そして技術戦争が展開されています。どうやってこれを回避できるか、完全にその問題解決することができる国によってその違うので、これをその義務付ける必要があるかもしれません。あまりその国のプライドとかアイデンティティを考えるべきではない。いろんなその見方が、歴史についてもそのアイデンティティについても見方があるわけですけど、そういうそのパラノイア、恐怖症をその私ども抱いてしまうと、プライドのために戦うべきと思ってしまうかもしれないので、これは経済発展にとっても良くない。人を見れば、その人はある意味ではその類似しているわけですね。その家族 の, その幸福、いい食べ物とかいう共通の類似する部分もある。これとその勢力の均衡、そして抑止、まあ、ナイーブだと思うんですね。全て の, その兵器をその廃棄するのは無理だと他は思っているかもしれません。というのはそのあまりナビーだと思います。 T7 と G20、 G7 はこの基盤を提供できると思います。さらなるその敵対心をその起こすことなくやる方法があると思います。 G7、 G20、 そしてグローバルサウスなどの見方も取り入れて議論すべきと思います。この議論は非常に重要な問題に触れて重要だったと思います。いいディスカッションを持てましたことに関してもお礼申し上げたいと思います。それから聴衆からのご質問、そして聴衆に対してもお礼申し上げたいと思います。 Thank you very much. ありがとうございました。